はい、皆さんこんにちは。有線接続でしか使えない車種での iPhone のカープレイなんですけども、まあそれを無線化するこの Odcast U2 Air というのをね、先日ご紹介しましたけど、でその時はね、うちの車での不安定さをね指摘していましたが、まあその後ね、まあいろいろ試して、まあなんとかね使えるのかなという感じになったのを、このまあショート動画でねご紹介をしていたわけですけど、ただその時はね、説明欄で、まあもう1週間ぐらい使ってからというね話をしていました。まあ、ところがね、その後やっぱりね、日が変わると不安定になったりもしたんで、まあ、視聴者の方のアドバイスもね、まあ参考にしながら、まあ、いくつかちょっとね、仮説を立って試したこともあるんで、まあ、そのあたりの報告と結論をね今日はやりたいと思っています。まあ、てなわけでね、先日のショート動画ではね、カープレイの無線化が成功しましたなんてことで、まあ再設定をするにあたって、まあとにかくね、余計なことをしないで素直に設定をしたらうまくいきましたなんてね、まあそんな報告をしていたんですけどね。で、まあこのサインがね、出るまで何も触らずに、まあ出てからペアリングをするということで、で最後はね、ペアリング後カープレイ使えますかというサインに、まあ、同意をするという形で、まあ、設定はね完了して、で最上車についてもね、まあ、その日1日はですね、割とうまくいってですね、で接続までねちょっと待たされたりはするんだけども、まあ、そのまま待っているとね、まあ接続がこのサイン出るとねできたりするなんていうんで解決したかに見えたんですけど、でこれでね1週間使ってみたんですね。まあところがですね、まあ結局ね、日付が変わったりとかね、長時間乗らなかったりとかね、外出先でこうつなごうとするとですね、まあそのショート動画の時のように、まあひたすら待っていたらつながるかというと、まあそういう時もあるんだけど、まあつながらない時もねあったりしてですね、でこの接続してくださいというね表示がこれつなぎっぱなしで出てきて、でその後ですね、まあ、このようにですね、接続しますっていうのが出て、でぐるぐる回ってこれで順調かと思いきやですね、残念ながらここで中断されましたなんていうのがパッとね出たりするという、まあ、このねサイクルの無限ループに突入して、これねもう何分待っても同じだったりするわけですよね。で仕方ないんでね、再ペアリングをしようということで、まあ、iPhone で一旦 Bluetooth からですね接続解除して、でこの Odcast の方も、まあ、この USB につなぎ直しますよね、車の。まあそれで、まあ同じようなね手順でペアリングをすると、まあまたつながったりはするんですけど、まあところがね、再乗車するときに、まあうまくいったりいかなかったりってことでね、まあ特に、まあ先ほど説明した通り、長い時間乗らないでいるとですね、またね先ほどと同じ無限ループに突入するということで、まあ非常にね不安定なんですよね。まあそれでね、まずはねケーブルの不良を疑って別のものをね使ってみたりしたんですね。まあこれはね IKEA で買ってきたやつなんですけど、まあこれ何種類かねケーブル試しましたけども、でまあ別のケーブルで再ペアリングなんかをねしてみたりもしたわけですけど、まあところがね、先ほどと同じですね、まあこの接続して立ち上がった状態だと、まあこれね、結局不調の時はね、何をやっても無限ループに入っていくという感じになってしまいました。まあここからね、進まないというね、状態になっちゃうんですね。そしてね、もう一つね、視聴者の方のコメントで教えていただいた電力不足というのをね、補えるケーブルというのを、まあ、買ってみたんですね。で、これはね、こういうなんかね、差し込み側が二股になっていて、電源用とこのデータ用っていうのがね、二つあって、で、こっち側ね、メスの方の USB タイプ A なんですけどね、まあ、これを経由すると電力不足が軽減されてうまく使えましたなんてね、そんなコメントがあったんでね、まあこれ使ってみたんですよね。まあこのように、ケーブル二つをね、こう車につないで、で、オッドキャストの方を、まあこうやってつないでいくわけですけども、でこれでね同じことをやってみたんですね。でまあ再ペアリングをね試みましたけども、これもね結局ねこっから先進まなかったりするんですよね。まあこのね中断と接続の無限ループに突入していくということで、だからねやっぱりねこの方法でもうまくいかないっていうのをね確認できたんですね。
で、まあ、さっきと同じようにね、1日うまくいっても翌日ダメだったりとかね、まあ、そんな感じでやっぱりダメだなというところで、で一応コメント欄でもね、以前聞かれたんですけど、適合車種ですかってことで、これ事前にチェックしてたんでね、このように製品ページに載っている適合車種の表を見てもですね、確かにね、私のフォルクスワーゲン入ってるんですよね。まあ、ちょっと車種は個人情報なんで、明言はしませんけども、もう確かにね、その中に入っているんで、なんでね、一応確認の上で、まあ、購入はしているんですよね。まあそんなんでね、これ以上無線化にこだわってももう正直時間の無駄かななんて思いまして、もう一つね、視聴者の方がおすすめしてくださったケーブルがあってね、それを買ってみたんですね。で、それはね、こちらなんですけどね、まあ要するになぜ無線化したいかというと、いちいちライトニングを差し込むのがめんどくさいというのがあるんで、で、それをね、解消するケーブルっていうのを買ってみたんですね。まあ昔からあるものではありますけど、これ1260円で購入しています。このね、先っぽがこのマグネットになってるライトニングというね、やつでね。で、このように、まあ、純正のシリコンケースのところにこうやって挿してもね、これがね、サイズ形状がぴったりになってるんですよね。だからね、この出っ張りについても、まあ、そんな気にならないしね。あとはケースによって使えないっていうのも、まあ、少なくともね、この純正のシリコンケース、まあ、このね、サイズと同じだからね、まあ、それよりも大きい穴のケースだったら、まあ問題なく使えるというね、まあそういうもので、まあ丸いやつなんかね、以前使ったことありますけども、まあその時はね、ケースとの相性なんかもあって、ちょっとね、邪魔に感じていたんですけど、これはそういうのないんですよね。で、こちらね、こういう感じで、ね、つないだ iPhone を、まあこの、もう有線接続しちゃおうってことでね、まあこういう風につけるじゃないですか。で、普通に自動車の方のね、このカープレイ用のポートにつないで、で、もうこれだともう有線だからね、あっという間にもうね、カープレイ起動するんですよね。まあ本当は早くていいです。で、これ例えばね、こうやって外します。で、マグネットだからペタッとつけるのね、簡単ですし、これ暗い時とかもね、入れやすいんですけど、これでもね、まあ再乗車した時も、パッとね、切り替わって、まあ、すぐに起動しますからね。だから、まあ、結局、まあ、有線にね、なっちゃったんですけど、ただ、まあ、普通に挿すのと違うのは、夜間とかね、薄暗い場所で当てずっぽにこうつけてもね、ピタッとマグネットで貼り付くってことでね、まあ、これはまあね、やっぱりいい点ですよね。まあ、出力はね、それで 82% ぐらいのやつで、最大で、まあ、7.19W とか出ていますけど、で、まあ、残量もね、少ない iPhone だと、9W とかね、出ていたんで、なんでね、まあ、多分 12W まではいけるんじゃないかと思うんですよね。まあ、タイプ A って 12W が最大ですからね。で、まあ、このケーブルの長さは1メーターあるので、まあ、この繋いだまま、例えばドライブスルーとかでの、このね、Apple Pay の決済なんかも、ま、なんとか届くのかなって感じはありましたかね。まあそんなんでね、この、まあ、オットキャスト U2 エアっていうのは、まあ使ってみた感じ、うちの車ではちょっとね、無線接続不安定だったなってことで、で、やっぱ問題の切り分けが非常に難しくて、このね、ナビとの相性なのか、車種との相性なのか、あるいはですね、まあこのね、ポートの問題なのかとかね、あるいはこの本体の初期不良なのかとか、まあいろいろね、まあこう考えられるんですけど、まあケーブルも含めていろいろやってみた結果ですね、まあやっぱりまあこの手のものはもうね、車種がいっぱいある中でのまあ汎用品ってことでね、まあやっぱり私みたいにこう外れになる場合もあるんだなという、まあそんなね、勉強になった製品でしたけどね、まあもちろんね、コメント欄とか見てると普通に使えてますって方もいらっしゃいますから、まあこのオットキャスト U2 Air がダメってことではないんですけど、まあ車種によってはね、ちょっとうまくいかないこともありますよというね感じで、結局このね、マグネット式の有線のライトニングに落ち着いてしまったという感じでしたかね。まあこれだったらね、データ通信もこのようにね、パッと外してパッと戻しても、まあ元に戻るのね、早いですから、
で、まあ一つね、問題があるとしたら、このね、アダプターのこのドングルみたいのつけっぱなしでいいのかっていう、まあ問題もあるはあるんですけど、まあただよく考えたらね、自宅ではもう私、マグセーフの充電しかほとんど使ってないですから、まあここにこのね、アダプターの先っぽがつけっぱなしでも、まあ特に問題はないのかなっていうね、感じはしましてね。まあ唯一ね、年始に購入したこのベルキンの 15W 出るマグセーフのチャージャー、これがまあちょっとね、必要なくなっちゃって、で結局まあ有線で充電もできちゃうんで、このね、充電機能のないベルキンのやつに戻したなんていうのはね、ありますかね。まあその点がちょっとね、もったいないかなという感じはしますけども、まあそんなんでね、ネガキャンになっちゃうのは嫌なんですけど、まあ私の場合にはちょっとね、このオッドキャスト U2 エアーは満足いかない結果となって、接続がとてもね、不安定なものとなってしまったというご報告でございます。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。